うわ、なにこれ、入り口が塞がっちゃってる。裏口からなら入れるかもしれません。こちらです。さすが王女様ですね。目指すは王室、急ぎましょう。はい。あれ、おや、君はシーナさんじゃありませんか。ここで会えるとは奇遇ですね。行商人のルークさん、どうしてここに。なんだ、来るなら一緒に来ればよかったのに。水臭いですね。そういうわけでもないのですよ。先ほどシーナさんと会ったのは別の国を目指している私でして、結論から申しますと、実は私この世界にたくさんいましてね。たくさんって、どういうことですか。もともとは一人なんですよ。けれどこのエントマを受けてからおかしくなってしまいまして。本当だ、ルークさんの腕にも黒いあざがありますね。これに取り憑かれてからというもの、なぜかその私が増殖してしまいましてね。増殖？世界中に私が存在しているのですよ。全く不思議な呪いもあったものです。少々気持ちの悪い話ではありますが、全ての私は意識が共有されているので、飽きないをするにはこれが意外と便利でしてね。神から賜った能力と開き直って、世界中で商売をさせてもらっているんです。嫌になったりとかしないんですか。しないと言えば嘘になりますが、人と違うということはまんざら捨てたものでもありませんよ。リリーにハテナがいっぱいついてる。前に水無しさんが言ってたっけ、ルークさんが増殖してるのはきっとバグの増殖バグのせい。その通りだ。このクマ突然現れて。フラグを管理するコードがイカれて世界を回っていくはずの行商キャラが制限なく各地に増殖してるようだな。水無しさん、クマさん、急に出てきて脅かさないでくださいよ。リリーが混乱しちゃってるじゃないですか。いいだろ、別にそんなの気にしてたらキリがない。おや、新しいお客様ですか。ああ、俺はクマのエニグマだ。モンスターじゃないから安心してくれな、シーナ。ああ、はい、この子は私の友達なんです。喋るクマさんがお友達。驚かせて悪かったな。俺のことは気にしないで話を進めてくれ。かわいい。ではシーナさん、この機会に一つ提案させていただけませんか。提案ですか。はい、前の私を助けていただいたご恩返しに、あなたの冒険をサポートさせていただきたいのです。というわけです。わあ、すごいですね。世界中に散らばる私が、マーターズたちが現れない比較的安全な場所に目印をつけておきました。そこでいつでもキャンプをするといいですよ。呼び鈴も置いておきますので、いつでも私を呼んでください。必要な物資はできるだけ幅広く用意しますので、これからもどうぞご贔屓に。わかりました、ありがとうございます、ルークさん。商売を兼ねての提案ですからね、礼には及びませんよ。あの、ルークさん。何でしょうか、王女様。私のことはどうかリリーとお呼びください。今の私はそのよう
に呼んでいただける立場ではありませんから。いや、しかし。お願いします。ではリリーさん、私に何かご用でしょうか。私でも使える武器はありませんか。リリーさんが使える武器ですか。まさか戦闘に参加されるおつもりですか。それはあまりにも危険な気もしますが。すでに覚悟はできています。たとえこの身が傷つこうとも恐れはしません。私は椎名さんのお荷物になるためについてきたのではありませんから。リリー。そうですね、これならいかがでしょう。あまり腕力がなくても戦えますよ。なんて立派な弓。なのにこんなにも軽い。ありがとうございます。これなら私でも扱えそうです。おいくらですか。いえいえ、とんでもない。王女様からお代などいただけませんよ。どうぞお納めください。いいえ、ここはきちんと対価を払って経済を回さないと。国を思う王族ならなおさらのこと、無償でいただくわけには参りません。今のは。なるほど、噂通り王女様は聡明な方ですね。ではこれは商人の知恵としてお納めください。初回ですのでお代はサービスしておきます。それはもしかして国民の皆様の間で流行っているという風習、負けるという行為ですか。はい、おまけしておきますよ。なんて素敵なんでしょう。ありがとうございます。おじさま、おっとこまえ。あの何か間違っていましたか。町では負けていただいた時にこう返すのが粋だと聞いたのですが。すみません、町の作法に慣れておらず失礼を。いえ、そんな、私のようなものにもお気遣いをいただいて光栄の限りでございます。それでは皆様、良い旅を。またお会いしましょう。呼び鈴をお待ちしておりますよ。不思議ですよね、たくさんいるのに意識が共有されてるなんて。椎名さん、私も戦いたいだなんて出過ぎたことを言ってごめんなさい。でも一国の王女としてただ見ているだけなんて嫌なのです。私も戦ってみなを。ありがとうリリー。でも危ない時は絶対に無理しないでくださいね。ええ、わかりました。いいんですか。てっきり反対されるかと。そんなことないですよ、心強いです。あと私のことはシーナって呼んでください。せっかくリリーって呼ばせてもらってるのに私だけさん付けはおかしいですから。では、シーナ。リリー。なんだか恥ずかしいです。これでもう私たちお友達ですね。お友達。あー、そろそろいいかな。イチャイチャしてるとこ申し訳ないんだが。イチャイチャ。気づいてるよな、シーナ。うわ、水なす、クマさん。おい、大きな声を出すなよ。俺、頭の中から声が聞こえます。他のキャラには会話が聞こえないようシングルチャットで話しかけてる。お前も頭の中で俺のアバター、エニグマを思いながら話しかければ俺だけに声を送れるはずだ。やってみろ。こうかな。聞こえますか、水無さん。ああ、聞こえる。面白い。でだ、気づいてるとは思うが、リリーにもお前と同じバグがついてるよな。はい、というか彼女のが今
私の膝の上に乗りました。まるで小動物のようだな。ちなみにお前のその足についてんのも多分バグなんだよな。このブラブラですか？見た感じこのブラブラもバグによる変化っぽいですよね。あのな、シナ、あんまブラブラ言うな。ん？何か変ですか？いいからやめとけ。わかりました。まあ、足のそれは置いといて、これまでの周囲の反応から推測すると小動物っぽいそいつは普通のやつには見えないみたいだ。逆にお前にそいつが見えてるってことはリリーにも見えてるんじゃないのか。なのに全く触れてこない。なんでだと思う？きっと人に話していい結果にならなかったのかもしれません。だから怖くて口に出せないのかも。なあ、あいつちょっと笑ってないか？確かに笑ってますね。この子が私の膝に乗ったのが面白かったんでしょうか。意外と笑い上手なのか。まあ、回りくどい言い方は面倒だな。直接聞いてみるか。そうですね。お互い見えてるのに隠すのは変ですし。ねえリリー、この子のことなんだけど。まさかそれが見えるのですか？はい、実は最初から見えてました。俺も見えてるぞ。もちろんシーナについてるあの紫のやつもな。ではもう見えないふりをしても意味はありませんね。ごめんなさい、シーナが気に入ったみたいで。戻っておいで。この子は私の体に現れたエントマのあざから急に飛び出て独自の思考を持った生き物に変化したものです。おそらく実体化したエントマそのものだと思うのですが。あの、その子が飛び出してきた時のことを聞いても？あの頃、女王暗殺の角で洞窟の牢に幽閉されていた私は牢主から外の世界の話を聞かせてもらっていました。しかしある日、エントマの開闢により多くの国民が亡くなり、一部の者たちは突然姿を消すということが起きました。それ行商人の方も同じことを言ってました。人が煙のように蒸発したって。ええ、私は魔法などにより拉致されたのではと考えていますが、難を逃れた者たちもエントマやマーターズの脅威に怯え苦しんでいるという話を耳にします。苦しんでいる人々に寄り添いたい、そう思っても私には何もできませんでした。やがて自分の体にもエントマのあざが現れて、私もいずれ呪いに屈しこのまま朽ちていくのかと無力感に打ちひしがれていた時、この子が体の中から出てきたのです。初めてシーナを見かけた時は私と同じようなエントマを連れていて驚きました。連れているというかまとわりつかれてるだけというか。この子たち遊んでるのかな。なんか鳴き声を上げてるが、仲間として認識してるのかもしれないな。楽しそうに飛び回って、こうして見るとなんだか可愛いですね。見た目に騙されるなよ。こいつらはあくまでもエントマなんだからな。二人のエントマが出現したきっかけは共通してる。どちらも追い詰められた時だ。なら他にも同じようなやつがいるかもしれないな。リリー、君の他にもこれが現れた人間はいなかったか？さあどうでしょう。外に出てからなるべく人に会わないようにしていましたから。そういえばリリーは牢に閉じ込められてたんだよな。どうして外に出られたんだ？それはエントマの開闢以降、国は私を構っている余裕などなかったのでしょう。しばらくすると老主が出してくれました。その後町を見て回ってみると
私たちと同じようにエントマが外に飛び出した者たちを何人か見かけましたが、エントマを従えられず次々と食べられていきました。そういえばシーナに取り付いているこいつも最初はシーナを食おうとしてたな。外に出ても出なくても人を食い殺す、まるで殺人ウイルスだな。リリー、話してくれてありがとな。辛いことまで思い出させて悪かった。いいえ、今はどんなことでも情報を共有して共に立ち向かう術を考えなければならない時ですから、お二人に会えて私はとても幸運です。バグーン。あ、そうだ、あなたたちの名前はバグーンね。は？クマさん、これからこの子たちのことはバグーンって呼びましょう。エントマって可愛くないですし。バグーン。なんだか赤ちゃんみたいですね。でしょうでしょう、いいですよねクマさん。別に構わないが、相性をつけてやるようなもんか。この子たちが危険なのは分かってます。でもどうせ共存するなら可愛い方がいいじゃないですか。勝手にしろ、やばいもんだって分かってるならいいさ。それにしても相変わらずのネーミングセンスだな。ありがとうございます。いや、褒めてないからな。水無さん、リリーのデザインってお顔も髪型ももっといかにも王女様って感じにしてましたよね。金髪だったし。そうだったか。さすがに全 NPC の容姿までは把握してなかったからな。今のリリーもこれはこれで可愛いんですけど、見覚えのないデザインなので不思議です。これもバグの影響でしょうか。多分な。キャラクターモデルの ID でもずれたのかもしれない。キャラデザイナーのリリアに確認してみるか。投獄されていたリリーが牢を出て私たちと一緒に行動する、だいぶ元のお話と違っちゃってますよね。そりゃそうだろう。お前やエントマといったイレギュラーな存在が発生してる上にバグの影響でいろんなものが改変してる。当然ストーリーも変化していくだろうな。発生って人をバグみたいに言わないでくださいよ。私が言いたいのは、ルークもそうだが、リリーも変化に対して妙に順応しすぎてるってことだろう。 NPC とはいえアリスコードエンジンを介した人工知能 AI だからな。状況によって自分で判断して行動するのが特徴だったろう。こうなるともう一種の生命ですね。ああ、あいつらの話を聞いている限り AI にしてはかなり複雑な思考をしてる。怖いくらいな。嘘、この廊下を抜ければ王の前へ行けたはずなのに。通路が塞がれてしまっていますね。別の道を探しましょう。
トキワです。トキワ、俺だ。やっと見つけた。とうとう見つけたぞ。行方不明だったシーナを。ただいま電話に出られません。メッセージをお願いします。トキワ、俺だ。水無しだ。二宮の消息をつかんだ。これを聞いたら連絡してくれ。そうだ、リディアにリリーの画像を見せて、他の NPC で同じようなモデルがあったか確認しないとな。ツインテールね。王女様というよりはなんか原宿系っぽいよな。水無さん、リリーのデザインってお顔も髪型ももっといかにも王女様って感じにしてましたよね。金髪だったし。そうだったか。さすがに全 NPC の容姿までは把握してなかったからな。今のリリーもこれはこれで可愛いんですけど、見覚えのないデザインなので不思議です。これもバグの影響でしょうか。多分な。キャラクターモデルの ID でもずれたのかもしれない。キャラデザイナーのリディアに確認してみるか。リディアにもかけてみるか。起きてるかどうかはゴブゴブってとこだろうけど。変だな、コールも鳴らなかった。もう一度かけてみるか。リディアか。お客様のおかけになった電話番号は電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないため。会社が休みだから理由を不可視してそうだよな。取りためしてたアニメでも見てて、今ネタばかりかもしれないな。とりあえずライムで画像とメッセージだけでも送っておくか。キャラをデザインした当人ならリリーみたいなデザインのキャラが他にいるかどうかわかるかもな。さすがに疲れたな。あいつが無事なのは分かったが、肝心の居場所がな。シーナ、お前は今どこにいんだよ。誰かしらには会えるだろう。スミコたちも出てきてくれればいいんだが。なんだ、
この辺りで事件でもあったのか。あなた、社員の方ですか？なんです、いきなり。エニグマの方ですよね。話を聞かせてください。今回の騒動は、御社とやはり関係が。え？日本国内だけでなく、世界各国の経済ネットワークまでが一部ダウンしています。あの画面は、どういう意味なんですか？ちょっと待ってください。あなた方の言っている意味が、俺には全く。確かに俺はエニグマの社員ですが、騒動って何のことですか？やっぱりここの社員か。なんだお前らは、ハッカー集団か。は？時はか、なんてタイミングだよ。もしもし新た、あんた一体何したの？ってお前もかよ。俺が何をしたってんだ。ブレイキングニュース。数時間前より世界中で同時多発している正体不明のサイバー攻撃に関する続報をお届けします。本日未明、無差別に選定されたパソコンなどの電子機器が所有者の意図しない動作を一斉に始めた事件で、メールで送信された感染プログラムにより記録部分に負荷を与えられ、コンピューターを破壊するなどのマルウェア行動による被害は依然広がり続けており、コンピューターを使用した機器や乗り物、国内外のマーケットが事実上機能停止させられるという事態に陥っています。犯人による不正アクセスおよびオペレーションシステムの破壊が行われる際に表示される謎の画面を調査した結果、2年前都内にあるソフトウェア開発会社が手掛け、現在は停止されているオンラインゲームで表示されるものであると判明。警察は不正指令電磁的記録作成の疑いで捜査に乗り出すと発表しました。ソフトウェア会社前には現在多くの報道陣が詰めかけています。もっともっとちょうだい。は？なんだよこれ、どうなってんだよ。ねえ今どこ？ニュース見た？今見たとこだよ。会社の周りやばいよ、囲まれるから。やばいも何ももう囲まれてる。あ、おらちゃん、なんで行っちゃうかな。あれオデッセイの画面よね。今朝のアグルニュースでも大々的に記事が載ったのよ。エニグマが関わってる可能性があるって。はあ？普通に考えてわざわざ証拠を残す奴が犯人なわけないだろう。そうだけど、あの画面が出てる以上無関係とも言い切れないでしょ。捜査令状も出てるかもしれない。すぐそこを離れて。何もしてないのになんで逃げなきゃならないんだよ。休みが明けて法務部で動く前に変な現地でも取られてみなさい。それを盾に会社傾けたらあんた責任取れんの？おい、お前何のんきに話してんだ。分かってるのか、世界規模の経済損失だぞ。おい、たくうるせえな。こいつわざと怒らせようとしてるよな。見え見えなんだよ。ただいま事件に関与していると思われる会社の社員と名乗る男性に話を聞いておりますので、新しい情報が入り次第お伝えします。とにかく早く離脱して後で連絡するから。分かったよ。おい待て。待ってください、もう少し話を。各国の首脳も犯人を非難する声明を発表しています。
これほど大規模なサイバーテロ事件は過去に類を見ない。犯人は直ちに手を止めるべきだ。さもなければ叱るべき罰を受けることになるだろう。ただいま電話に出られません。メッセージをお願いします。トキワのやつ全然電話がつながらないじゃないか。他の連中とも連絡がつかないし、くそ、何がどうなってんだよ。うちの社長ならと思いもしたが、あの人に限ってそんな真似をするとは考えがたい。俺たちのゲームで世界を明るくするってのがあの人の口癖だからな。今俺にできることは何だ。Thank you.
飲んでる。しちゃいます。そう、クエスト受注ね。いらっしゃいませ。購入ですね。どうかお気をつけて。いらっしゃいませ。良い品を揃えておきました。よろしいですか。ありがとうございます。ありがとう。およびどうかお気をつけて。これにしよう。これにしよう。シューティングインストール、殲滅しろ。よし、撃ちまくる。順調そうだ。
教えてください。ここは俺がなんとか。急げ！デリート！行きます。シューティングインストール、殲滅しろ。撃ちますよ。良い品を揃えておきました。おい、どうかお気をつけて。ここは俺がなんとか。手加減しません。
前へ。物質ですね。綺麗、キラキラと虹色に輝いてます。うわ、でもあの石なんかもぞもぞ動いてます。本当ですね。何なのでしょう、あれは。ありゃモンスターについて凶暴化させているバグそのもの、寄生虫ってとこじゃないか。寄生虫したの？様子がおかしいですね。あの寄生虫をじっと見て。あっ！こいつらマーターズから出た寄生虫を食い始めたぞ。こら、やめなさい！そういえば前にもこんなことあったな。獣のようですね。
に食べ散らかして。あの虫もお前らについているバグーも何かに寄生して存在する同類だが、処刑人の時もそうだったが、こいつらには同類を食って取り込む習性があるんじゃないか。共食いってことですか。そうだ。でもシーナ、覚えてるか、バグーが処刑人を食って腹いっぱいになった後、お前は変身してパワーアップした。 いえ、あの時のことはほとんど覚えてないんです。すごくお腹が痛くなって、気がついたら敵を倒してたって感じで、私その様子を見ていました。すごくそのかっこよかったです。あの時のシーナは本当に綺麗でした。へえ、そうなんだ。それはもう見惚れるほど美しかったです。もちろんいつものシーナも美しいですけど、でもあの時のシーナは。やっぱり言えませんわ。ほぼ一矢まとわぬあの姿が目に焼き付いて離れないだなんて。どうしたのリリー、顔赤いよ。なんでもありません。どうぞお気になさらず。ああ、とにかくだな、あの寄生虫をしばらくバグーに食わせてみよう。今回お前たちの体には変化がないようだが、取り込む寄生虫によってはまたどこかであの超変身ができるかもしれない。それともう一つ気になることもあるしな、少し調べてみるか。